ギンチャンブルーと対決しよう、ペンギンチャンこんにちは、ペンギンチャンブルーです。このコーナーはペンギンチャンブルーとゲストが対決します。そしてその対決をしながらゲストの素敵な一面に迫っていこうというコーナーです。今回のゲストはチェルシーのお二人です。よろしくお願いします。久しぶりです。さて、これから対決していきますけれども、はい、意気込みを、素敵な一面を今日はお披露目するということで、はい、見せれるように頑張ります。お、はい、じゃあ、まつきも意気込みを言っちゃって、今日は楽しくやるぜ。楽しくですか。わかりました。それでは対決参りましょう。ペンギンチャーン。今回の対決は、追いかき対決。先行はチェルシーのお二人です。それでは準備はよろしいですか。よっしゃよし、よっしゃ、怖いけど。それでは当てに行くぜ、はい、追いかけ対決参りましょう。よーい、スタート。さあ来い、さあ来い、さあ来い。ちなみにユイさんは絵がうまいんですか。うまいです。あ、はい、うまい。さくらんぼチェリー、正解。よっしゃ、来い来い。よっしゃ、1問目幸先よくスタートしましたね。幸先いいですけどね。うわっと来たよ、得意の前提。得意の前提、もう完全に。はい、みかん。残念。あ、嘘だ。残念。あ、ストロベリー。正解。さあ、まあ、頑張ってです。ちょっともうちょっと公開中。よく絵、ゆうさん描いてるんですか、普段から。知らない。楽屋とかでこうやって描いてるんですか。はい、ごぼ、はい、正解。すごい、だいぶ悪くてたけどね、今。で、ゆうさんは、はい、団子。はい、はい、ぶどう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 。正解。来い来い、カモカモカモ。ゆうさんは絵はよく描くんですか。僕はもう大得意ですよ。大得意ですか。大得意なんで。一番得意な絵は何ですか。じゃあ、ちょっと待った、ちょっと待った。はい、プチトマト。ダメ。さあ、残り1分ありました。これを勝てない。はぁ。皆さん、絶物大。いや、皆さん逆に分かりますか。絶物大、こっち。パス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 。初めてパス使いました。絶物大なんて知らないよ。それがも知らないんだから。だんだんの問題の内容が上がってきてる。さっき見たこれ。なんで、ゆうさん、ブツブツ好きなの。さっき見たこれ。これ、イチゴの時に見たよ、これ。なかなかわからない。はい、いや完全したみたいですよ。いや、完全にパスでしょ。パス。このパスなかなか。ちょっと待って、みんな逆にこれ見てる人わかんない。今多分、わかる人はわかんない。まだわかんない。見てくれんの。けど、俺見えてるでしょ。はい、はい、これは、なし。やべえ、やべえ、やべえ。はぁ、さあ、あと10秒です。はいはい、メロメロメロ、再開。さあ、あと最初から5秒。何メートルなの。全体像じゃなくて。はい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 、スイカスイカスイカ、正解。はい、終了。なんかこうやってやってたけど、トントントンって。結構いた。チェルシーの、正解数は6問でした。それでは続いてペンギンチャンブルーのお絵かきに参りましょう。2人とも準備よろしいですか。いつでも。チェルシーは6問正解しました。それでは、やばい、どれだけ正解するでしょうか。お絵描きスタート。あ、これ難しい。これあれだよ、おっとっとだよ。おっとっと。俺優しい、俺優しいな。おっとっとだよ。優しいよ。やつは絵得意だって。もう画伯はもう、ちょっと待って、はい、クジラ正解。よっしゃ、いつもは割と割と魚っぽかったけど。あー、かわいい、かわいいな、かわいいな。失敗した、失敗した。失敗した。手間取るのかな、どんどん重さに。かわいいな、かわいい。口、口それ。はい、タコ。画面違う。ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い。お化けよ。違う。ちょっと違うな。何これ、なんで。パス、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 早いな、パス。え、何これ。俺もわかんない。俺、答え見てもわかんない。パス、パス、パス、パス。あー、なるほどね。大丈夫かこれ。いいね、いいね。ちょっと箱が見てきましたよ。いいっすよ。まだ1問ですよ。1問。ガハハハハ。ちょっとパスが多いじゃないですか、これ。あー、かわいい。これもかわいい。かわいい。かわいい。だいたい多く出てきてますよ。かわいいね、これ。なにこれ、なにこれ。かわいいね。なんだろうね。え、なんだこれ。はい、10秒。はい、クラゲ。ダメ。あ、違う。クラゲじゃない。違う。クラゲじゃない。はい、イカ。違う、違う、違う。でも、そういう系統、そういう系統。え、そういう系統。最初ぐらい。はい、クリオネ。何、何クリオネ。あー、ね。クリオネ。え、パス、
ました。ということで、ペンギンチャンプルーは2問でした。ちなみにさっきおばき言っていたやつ、あれペンギンだよ、この自分たちのグループ名よ。ペンギンは答えなきゃダメでしょ。自分たちのグループ名、どっからどう見てもあれはおばきよ。いやそれでは勝者のチェルシーの告知タイム30秒です。スタート。はい、私たちチェルシー3月14日に BPM というシングルをリリースしました。今までちょっと、お高めに売ってた CD なんですけども、今回は500円というお値打ちな価格で売らせていただいていますので、初めてチェルシーを見たって方も買いやすい CD となっています。はい、その通り500円なので、ぜひぜひ皆さんワンコイン握りしめて買いに来てください、はい、そして疾走感あふれるペンギンチャンプルー主催イベント夏田祭りだワッシュ第7月28日土曜日、伏見ハートランドスタジオで開催します。僕らも楽しいことは頭の中のものまるでなっちゃう。今回はもう才能と才能がぶつかりましたけれども、チェルシーのお二人はどうでした？いや、これ見てください。これすごいですね。全部一緒でしょ。これ真ん中は本当に何か分かんない。これさっき当てたこれすら分からなくなる。これ何でしたっけ？これイチゴストロベリーです。うわー、でしょ。全部点々ですね。真ん中にいたってアボカドらしいですね。アボカドこんなヒョロヒョロみたいな下手ないから。こんな才能があったとは。いやいや、とんでもないです。これからもライブでこういう才能がもしかしたらあるかもしれないということ。これの T シャツ作ります。あ、わかりました。これ楽しみにしてますね。これ T シャツ作ります。楽しみにしてますんで。3つ並んだね。はい。さて、一方ペンギンジャンブルはこれ絶対おばきゅうだってこれ。これ、なんだっけこれ。これ、マスコットキャラクターにすればいいじゃん。じゃあこれの T シャツ。怖い、目がない目がない。安く画伯のペンギンT シャツ。すごいですね。もう才能と才能が本当にぶつかって大変なことになりましたよ、これ。じゃあ新しい T シャツが2枚ずつ、1枚ずつできるということで、はい、うち3枚できる。3枚作るんですね。できました。わかりました。じゃあそれも楽しみにしていきましょう、はい、またこれに懲りずにですね、また絵をいっぱい描いていきたいなと思います。はい、それではまた次回のペンギンジャンプをお楽しみに。ペンギンジャンプ、さようなら。